れ様です。お風呂入ったらすっきりしたけど、まだクラクラする。夏って怖いね。夏って。で、本日3回バトルしたんですけど、全部負けました。どうしても勝ちたい。明日もっと暑い。明日太郎くんとデートなんだけど。マジ？せいさんに勝ったことないんだけど、なんか今勝てるんじゃないかって自信が出てきた。うん。明日暑いんだ。昼間から無理だね、じゃあね。ちょっと、せいちゃん連敗。いや、何の未定、未定なんだけどね。せいさんに勝てる時が来るのかな。エンディさんに勝った、なるほどね。なるほど。なんか変だよね。マンスリーキングじゃん。フワッチのキングがバトル弱いって何なんだろうね。みんなナイスお願いしますね。ナイス。何なんだろう。投げさせてる。そんなことないじゃん。もういいんじゃない。だっていや、私見てた養分のやつ、100万ポイント、5分間で100万稼いだってこと。あれはフワッチで過去最高記録じゃないですか。いや、なんかやっぱ応援したくないよね、フワッチの人の方が。過去最高記録。初ミリオン。すごくない？TikTok はさ、グローブとかあるでしょ？グローブっていうのはポイントが3倍とかなんだっけ？投げたやつの3倍とか4倍とか5倍とかなるんだっけ？そういうの、何倍までになるんだろう？グローブって何倍までいくんだ？それでも養分の主仮メンバーいなかったらしいよ。いたらもっとやばかったって言ってたね。私もちょっと投げようかなって思っちゃったもん。あ、でもなんかそれはなんか良くないかなって思ってやめた。やっぱふわっちで頑張ってる人を応援したくなるよね。すごい。ゼロワンもほんとすごいしね。 TikTok の人なのにさ、50万も投げられるって。ゼロイチがアイドルグループ作るって前応募しよう。年齢問わないって。え、センターいいの？センターなれんのそれ。私一応まあ歌も歌えるし。センター狙いで、じゃあ。いや、センターでもね、お願いします。10個かグミって言った、あ、いいじゃん。私センターで、ゆっこさん、グミさん、関よしえさん、あとどうする、あともう一人、5人、あともう一人欲しいね。5人がいいね。あともう一人、イカルドさんとか。
年齢問わないって言ってる時点で、なんかネタアイドル作りたいんじゃないじゃん。ネタ系の。ダメだよ、クリちゃん来たらセンター奪われちゃうから。センターの座が危うくなっちゃうから。まあ、じゃあクルちゃんと私でユニットでもいいよ。あの私衣装は青で、クルちゃんピンクで、あのプリキュアみたいな、うん、いいんじゃないですか。熟女ユニット暗黒でお願いします。何歳から熟女になっちゃうの。もう今の時代って30代って、まあ、昔で言う20歳とかだからね、うん、じゃあちょっとせいさん行きたいな。勝てる時に勝たないと。みんな無料アイテムもお願いします。無料アイテムで、私ちょっと学んだんだけど、チャンスゾーン入ったら1個投げとかしてたら、あの入れない、その何ボーナスタイムに、あの入れなかった小投げ でまとめ投げできる人はね、チャンスゾーン行ったらまとめ投げしていただきたい。前も加工最大にして行ってみて、なんか誠司さんの加工、私の顔全然似てないじゃん。前にそっくりとか言って全然似てないんだけど、じゃあ加工マックスにしてみる。これでじゃあ加工マックスします。あ、なんかでもちょっと可愛くない？顔、小顔すごいな。え、可愛いかも。小顔マックス。V ライン。垂れ目か。あれ？これは違うか、やらなくていいのか。これやらなくていいと。リッ、オッケー。どう？え、なんかこういう女いそう。なんかホストハマってる、地雷顔してる。なんかさ、あいつさ、私のことさ、やり捨てしたんだけど、マジ無礼、マジうざくないねえ。なんかホストの優勢さ、私のこと好きっていうからシャンパンさ入れたのに、なんか枕して、しかも性病移されてやり捨てされたんだけど、やばくない？マジやばけるよね。ふわっちな女の子にいる？なんかカノちゃんとかと友達とカノちゃんと親友そう。なんかこう地雷っぽいじゃん見た目。かのちゃんの親友。初めて加工全マックスやった、地雷系ホストハマってそう。なんか
あ、でも口隠したらなんかさ、10代いけるくない？ 10 代いけそうじゃない？まさか30代とは思わないよね。うん、こういう子いるって。制服着れるね、これで。口がちょっと分厚いの直せば。いそう。ちょっと待って。せいさん来た。せいさん、加工どうしたんですか？加工、パルちゃんに負けてさ、罰ゲームで今日一日加工マックスでやらないといけない。はい、なんかちょっと口隠したら私に似てますね。似てる。なんか似てるかも。眉だわ。私なんか加工マックスに全部したら、うん、なんかマコマコちゃんみたいになっちゃった。あ、いいよ。マコマコちゃんみたいな。うん。ちょっと口隠したら10代いけそうじゃないですか。いけるね、眉ちゃんね。いけそう。可愛いと思うよ。ちょ加工いいかもな。うん、ありあり。せいさんどうしたんですか？ちょっとバトルやりたいなと思って、ふわっとちょっと気分転換、気分転換でちょっと気分転、いや私もバトルしたいなって思って、うん、いやでもせいさん強いじゃないですか。いや強いよ俺、めちゃくちゃ。そうだから勝ってたことないから。総合1だから舐めないでね。いやもう舐めないでよ。私まだ枠始まったばっかだけど、トリプルスコアぐらいになっちゃうよ、大丈夫？いやちょっと怖いな。ちょっとみんな いるかな。まゆりさんいますか。ちょっとせいさんに今度こそ勝ちたいんですけど、うん、トリプルいっちゃうね多分。毎回そんな感じですよね。いいよ、やるじゃん。じゃあちょっと対戦お願いします、うん、やるか。じゃあちょっとみんな応援よろしくお願いします。皆さんこれ最後ね、今日最後お願いします。今日ね一回も勝ってないから勝つぞ。せいさんに勝たせてください。無料アイテムお願いします。ふわすろ、えっちゃん、おかえりえっちゃん、いくぞ。風船頼む。風船来い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 、風船来い。風船、えっちゃん、風船、無料アイテム KPふわすろナイス、ふわすろナイス。いくぞ。みんな頼む。行っちゃって行っちゃって。さあニコラス、ふわすろナイス、ふわすろナイス。いやいやいや。お願いします。ああ。仲間募集中です。さあ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 。えっちゃんナイス、えっちゃん。上手上手。はい、マーミちゃん来た。ふわすろナイス。マーミいらっしゃい。マーミちゃん来た。はい、ここマーミちゃんいいよ。えっちゃんありがとう。マーミちゃんいいよ、セクシーだ。はい、マーミちゃん5番ありがとう。やばいやばいやばい。はい、マーミちゃんいらっしゃい。はい、チャンスさんも入っちゃった。これちょっと、はい、イナズマ、イナズマ来た。これ追いかけて追いかけて、えっちゃんないせいちゃん、チャンスさん10番ボーナス入れて。マーミちゃん、ジェイさんもありがとう。はい、ミキちゃんも、ミキちゃんです。マーミちゃん5個の使い、追いかけてみんな勝たしてください。マーミちゃん5個の使い、あ、2個5枚なんていいよ。ボーナス入れよ。追いかけて、追いかけて。そう、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと、一人しか頑張ってないよ。いいよ、マーミちゃん、いいよ。セクシーだよ、豚子、ラスカ、イキちゃん。仲間募集です、仲間募集してます。はい、マーミちゃん、ここラスカ。いませんか、タカさんも。タカさん、マーミ。あ、2個2枚、あ、マサちゃん。あ、いいよ、いいよ。絶対勝つ、絶対勝つよ。5個、マーミよ。マーミちゃんが、マーミちゃんが、マーミちゃん5個ある。ちょっちゃナイス、ちょっちゃ。3個、タカさん。ちょっちゃもナイス。2個、ユーカよ、ユーカ。はい、タカさん。ありがとう。メガここ5枚、マーミ。みんな追いかけて。さあ、さあ、さあ。上手。行きたいです。えっちゃん、メガちゃん。5個、マーミ。マイちゃん、3個、タカさん。クマちゃん、ありがとう、クマちゃん。えっちゃんとまえちゃん2個10枚言うかない。いけ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 、今チャンスボーナス来てよ。チャンスボーナス、追いかけて追いかけて。さあ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 、えっちゃんナイス。あと2分あるから、まだまだあるから。5個、まあみんなです。3個、タカさん追いかけて。5個、
マサちゃん。あのでかいやついける人お願いします。はい、メガホンも。でかいやついける方、5倍ね、せいちゃん。メガホンのやつ、3個。タカさんのやつ。オッケー。5倍ありがとう。10個。追いかけてるじゃん。あと2分です。あー、なんだこれ。ボーナスタイム来た？5倍ありがとう。ボーナス来た。これみんな入ってるよ、ボーナスタイム。どこだこれ、どこのステージ？5倍です。10個です。みんな、まとめてお願いします。冒険ステージ来たこれ。来た。えちゃんナイス。3個。タカさん。5倍ありがとう。10個。おっ、来ちゃん10個ですから。あだー、嫁来た嫁来た。ファンタスティック、お前がアラブ席を。ありがとう、どうも、どうも。マーミちゃんにやったときに。マーミちゃん、ファンタスティックナイス。お次ちゃん、ゼッコロスコ。5倍ナイス。あと1分40秒。はい、マサちゃん、3個。あと1分40秒。はい、お次ちゃん、ゼッコロスコ。はい。お次ちゃん、ゼッコロスコ。10個ですから、お次ちゃん。いっちゃん、ナイス、いっちゃん。2個。はい、なーちゃん。いっちゃん、ナイス。10個5倍。はい、お次ちゃん、グレートロスコ。チャンスゾーンです、チャンスゾーン。来た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 。行くで。えいちゃんがずっと一人で頑張ってるよ。誰かいませんか、仲間。はい、おきちゃん。さあちゃんも来て。さあちゃん、ナイス。ありがとう。10個10倍。10倍、えちゃん。10倍、ありがとう。さあちゃん、頑張って。10倍、ありがとう。あと1分。ちょっと、差し込みボーナスタイム入ってるからね、ボーナスタイム。まだいける、まだいける。3個。タカさん、ナイス。えちゃん、ナイス。10個。おつきちゃん。はい、ナイス。えちゃん、5倍、ありがとう。10個、おつきちゃん、ナイス。10個、5倍、グレート、おつきちゃん、ナイス。さあ、行くぞ。みんな、追いかけて、追いかけて。10倍ナイス、あと40秒。3個高さナイス。10倍ナイス。もうすぐ終わっちゃう。みんな差し込みお願いします。10個。ちゃん10個まだまだまだ分かんない。10個扱い。あ、1ナイスやった。ボーナスめっちゃ出てますよ。お付き合い10個扱い。あと30秒です。お付き合い10個。10個付き合いナイス。あ、スイカもありがとう。3個5倍高さナイス。あ、サーちゃん。サーちゃんも来た。サーちゃんナイス。えっちゃん。おーりゃ。ありがとう、えっちゃん、トリプルスコアだ、トリプルスコア。あともうすぐ終わっちゃう。高さんよ。チャンスゾーンだよ、チャンスゾーン。あと12秒。チャンスゾーン、あ、100個。なーちゃん、2個。さあ、高さん。えっちゃん、ナイス、えっちゃん。さあ、高さん。やばい、負けちゃう。えっちゃん、ありがとう。10個。まあ、アミナイス。えっちゃん、ナイス。さあ、5個。まあ、アミナイス。2個、ミンちゃん、ナイス。わあ。じゃあ、また後でね。思いますか？あっちゃん2個ナイス。A ちゃん5個。あーちゃんも2個。チャンスゾーン突入してます。あれ？これ、ラグかな？どうなってんだ？ A ちゃん5個ナイス、A ちゃん。A ちゃん5個。あーちゃんも10個ナイス。すいません、負けちゃったんですけど。負けちゃいました。え、これチャンスゾーン終わり？どうなってんだ？ 2 個。なるほど。ちょっと待って。今ね、飛んでるんだよね、私のところ。5倍、5倍。Aちゃん、ずっとありがとうね、応援してくれて。どうなってんだ？これは終わってるんだ。ありがとう。A ちゃんずっとありがとう。 A ちゃんがずっと一人で頑張ってくれて。あ、20倍ナイス。あ、そうか、これ見えないんだ。これ全部後で確認するね。ちょっと負けちゃったんですけど、うん、終わりました。ありがとうございます。いや、せいちゃん強いじゃん。嘘つき。今ならせいちゃんに勝てるよって言った人誰？ダブルスコアで負けちゃったんですけど。ダブルスコアで負けちゃったんですけど。急に強くなった。あ、自分が言ってた。なるほどね。いや、ちょっとうちもね、マユリスさんが不在すぎて。
不安になってきた。不在になって10戦8敗マジか。10戦8敗私今4敗ですよ、うん、4敗わあ、チャンスゾーン行きたいな。これ一回も突入してない私。チャンスゾーン止まり。なぎし戻ってきた。え、これさマジでさ、あのちょっと待ってね、美顔機能でこれ唇を薄くしたら結構可愛いんじゃないかな。なんかいそこいう女。すげえ。すごいですね。じゃあこれ戻します。こんなに顔が変わるってすごいね。ええええちょっと待って待って待って、えああびっくりした、え私こんなブス、えちょっと待って待って待って、え本当にあびっくりした、えこれ本当になんかブスに加工になってない、えブスになってない、え嘘だ、ええ絶対違うよね、あこれだよね、びっくりした、びっくりした、これえなんだろう、めちゃくちゃブスに見えるの、なんでだろう、えなんでこんなブスに見えるんだろう。じゃもう一回つけるけど、えこれ本当に私の顔、えちょっと待って、えなんかすっごいブスに見えるんだけど、なんでだの、えなんでこんなブスに見えるんだろう。鼻だけなんか加工って怖いよね。おいつもの顔かな。いや見慣れるとやばい、見慣れるとマジやばい、うん、全然そう加工麻痺、加工麻痺しちゃうね。今ブスに加工なってんのかと思った、バグって。ちょっと目が慣れてきた、目がちょっと慣れてきた、うん、本当の顔分からなくない、うん、あみんなナイスと無料アイテムお願いします。マジで34万ポイント差なんだけど、入賞できるまでに。やばいなこれ、34万ポイント差初日で、なんでこんな強いの。無料アイテムお願いします。あーエイソンありがとう、ダーちゃんとアキちゃんもありがとう。これ入賞できんの今回、強すぎなんだけど、強いよね、様子おかしいよね。一回も突入してないです、ボーナスタイム。うん、あ、めいめい、メガホンありがとう。めいめいありがとう。ソーリー、いやだからソーリー私ブロックされてる。意味が分かんないんだけど。なんか自分が忘れといてブロックされてる。うん、ふわふわランプありがとう。ありがとう、みっちゃんとくーちゃんありがとう。電話したけどブロックされてたね、ブロック。
ありがとうございます。皆さん、ミリオンアイテムとナイスもお願いします。ナイスもお願いします。どうしたらいいんだよ、私は。どうしたらいいんだよ。何か。家臣くんはどこにいるんだ今。あ、14個ありがとう。大変な状態です。緊急事態だよ。今日一回もバトル勝ててないし、家臣くんの後ろに携帯がそうそうあったらしいよ。あったんだけど、なんかそれをなんか総理がなんか総理が忘れたっていうのは分かってんだけど、なんかちょっと被害妄想強くって、家臣くんに焼肉ごちそうするって言ってたじゃん配信中に。あの後に私が収録中に YouTube のめちゃめちゃ連絡来て、お前なんで仕方すんだみたいな、今すぐ連絡しろみたいな。で見てなかったのし携帯、もう通知オフにしてうるさいから。でそしたらもう30分後以内に連絡来なかったらもうお前絶縁、なんか警察がどうのみたいな。でもそれ見た後はもう何時間後とかだったから、でブロックされたって感じ。わがまますぎだろ。そんないつでも携帯見れるわけじゃないしね、うん、いや多分明日には忘れてる。明日には連絡来ると思う。自己中だあいつ。お疲れ様です、ありがとう。で家臣くんにもその言い方ひどいんじゃないって言っても、そうだよ、用途ね知らんなの。だからちょっとこう似てる。家臣くんもほらいいとこあるけど悪いとこあるじゃん。総理もいいやつなんだけどみたいな。飲むとちょっとほんとやばい。やばいでしょ。私も今イベント中だしね、携帯は家臣くんの車にあるはず。家臣くんの車に、だから家臣くんがバーベキュー帰ってきたらちょっと来てほしいんだよね。くしゃみくしゃみ、おはよう。今起きたの？私今日寝てない、全然全然寝てない。あ、ちなみに明日太郎くんとデートね。明日太郎くんとデートです、よろしくお願いします。柿田つくんに詰められてた？そうなの？いや知らない、それは何も知らないけど、またなんか喧嘩でもしたの？いや何も決めてないんだよね太郎くんと。何したいって言われたけど任せるって言った。任せるって。あ、ふわふわランプありがとう。なっちゃんありがとう。前に会う口実のために携帯持ってきた。違う違う違う、それは家臣くんのまたそういうエンタメだから。あの総理が携帯に入っ、ポケットにあった携帯を後ろの座席に本当に忘れたわけ。うん、そう、総理が家臣くんの携帯、あの車に忘れただけ。そう、明日何着ていく？定期やる人いる？あ、2個。あ、リーちゃんありがとう。いないです、いないんだよ。よかったらお願いします、リーちゃん、うん、そうだよ。
や、セイサにボロ負けして01とできるわけないじゃん。できるわけないじゃん。こら、こら、こら。あ、ニコありがとう。ありがとうございます。いや、負けたって言っても規模が違うからね。うん、普通すぐ返すよ、携帯持ってたら。だから、カシンくんも今日バーベキューだったじゃん。で、カシンくんが返すんだったら夜になるよって言ってたの。私もいろいろあるし、夜ねってなってたの。そう。夜ねって総理も分かったじゃん、あのご飯ご馳走するねって言ってたのに、数時間後に今すぐ来いみたいな。で、自分が欲しいんだったら、じゃあその家臣くんの現地まで行けばタクシーでって言ったの。そしたら警察みたいな。てか、そもそも自分が忘れたんだから自分が取りに行くのが筋じゃない？それ家臣くん責めるの違くね。あ、 ありがとう、定期。えっちゃんもありがとう。まあだから、まあ、総理は佐野さんとかそういう変わったジャンルの人、うん、うん、あれティッシュどこあったっけ、うん、タクシーに携帯乗せたらよかったんじゃない。いや、それもちょっと家臣くんも分かんない、分かんないし、あと総理の住所が分かんないんだよね。私も総理なんかね、違う住所送ってたね、うん、教えたくないのか分かんないけど、おっちゃんもありがとう。これしかなかった。あ、えいちゃんもありがとうね、うん、えいちゃんもありがとう。あれは位置情報で送ったの。位置情報もあの定かじゃないよ。だからうん、うん、まあ連絡来ると思うよ、明日には。ありがとう、こっちゃんもありがとう。無料アイテムありがとうね。まあ、そんな感じ、うん、チャンスゾーン行きたいな、うん、バトルやりたいけど忙しいかなって。あ、ひどんなさん本当、あの募集中です。あのゼロ杯なんで、うん、でも総理法律詳しいんじゃない。もう法律詳しいと思うよ、だってよく裁判やってるから。でもなんか私がバカだと思ってなんか訴えるとか言ってたと思う。別に訴える気ないけどね、私がそれでビビると思ってたと思う。てかなんか怒るとすぐ訴えるっていう、親とかにもね。マユッチ若年性痴呆症、あ、いつもなんか泣いて言ってるけど、そうあれじゃね、アスペなんかな、アスペなんかな、配信者多いよねアスペね。みっちゃんもありがとう。みっちゃん、毎日不在なんだけど、ずっと、うん、
たちゃんもありがとう。ゼロワンとコラボ来年なんて、なんかとりあえずなんか企画決まったら連絡してって言ってたね。企画決まったら。でも今月はやらないんじゃない？私がナイスやってるから。今月は無理そう。今月はちょっときなんか吉江さんかわいそうみたいな感じなこと言ってた。忍法さんわかんない。あふーさんありがとう、初コメントね、ありがとう。デロデロばあさん、カシンとゼロワンのスパーリング、いやナイス増えないねって多いんじゃない？女性にしては別に頑張ってるけどね。前の誕生日でって言って、本当に、まあちょっと分かんない、そういうのも聞いてないし。厳しいよね、なんかいや頑張ってるんだけど、歌詞いらない鳩めちゃくちゃ飛んでた、あバーベキューで、まあでも私の方が言われてんじゃない、いらないって世間では、ふわっちで、誕生日って誰の誕生日？私の誕生日。ありがとう。ケーキありがとう。ありがとうございます。そんなしょうもないよ。あ、そういうこと。まあそれはちょっともうゼロワンさんに任せる、ゼロワンさんに任せるよ、あのなんか私のさ、あのなんか LINE を晒してたらしいじゃん、ゼロワンが。私すごいさ、もう、私の文面見た？お疲れ様でした、ゼロワンさんお疲れ様でした、あの本当に配信頑張っていこうって気持ちに、あ泉ちゃん、いやどっかのタイミングでしたいなって思ってる、ありがとう、お疲れ様でした、なんか本当に配信をの意欲が高まりました、また今度機会があればコラボよろしくお願いします、本日は本当にお疲れ様でしたみたいな全然なんか元カノじゃないような文面送ってたでしょ、そうそうそう、なんかみんなさ勘違いしてるけどさ、勘違いしてる人いるけどさ、そうそういうだから師弟関係だからね、敬語で、いや私真面目だよ、マジで結構真面目だよ、あの配信外とか配信者の人と喋ると結構私真面目なタイプ、マジでみんな勘違いしてるけどさ、森作さんもありがとう、森作さん、しゅうちゃんもありがとう、晒されてるの分かってるからとかじゃなくて、いやそんなことないよ、私だってあの懲りないから結構暴露されてんじゃん、そう言いつつ、あ、たっちゃんもありがとう、まあちょっとわかんない、その女絡みはちょっとわかんないよ、テイキありがとう、ダメずっと、あ歯磨くかじゃ、歯
歯磨くかじゃん。自分が聞けばいいよ。自分が聞けばいいじゃん。ね。いや、どっか行かない、今日どこも行かない。てかね、めちゃくちゃ眠いんだけど、どうしよう。めちゃくちゃ眠い。どうやったら勝てるんだろう、バトルに。どうやったら勝てるんだろう、教えて。ゼロ入ってやばいって。一回も勝てないってやばいって。ありがとう、無料アイテム。 M ちゃん、友さんもありがとう。じゃあちょっと誰行こうかな。今日目が赤い。いやもう目が焼けちゃった、うん、タンプレくれる人 DM くださいって言って DM 来ないね。一人しか来てません。うん、一人しか来てないですね。私本当に愛されてんのかな、私本当に愛されてんのか分かんなくなってきた。うん、私も、いや天然さんはちょっと強いし、強すぎる人はちょっと嫌だ、うん、強すぎる人は嫌なんで、うん、パニちゃんってプラチナプラスんだ。パニちゃんプラチナプラス。あ、キャリーちゃん行こう。キャリーちゃん行こう。もいちゃんこんばんは。あっちゃんありがとう。あ、キャリーちゃん。あ、もゆちゃん。元気？調子どう？うーん、なんか、いろいろまあ大変は大変で、うん、ちょっと昨日とおとつい、ちょっと、うん、なんかメンタルやられちゃってて、うんうん、少し落ち込んでたんだけど、うんうん、まあちょっと今日まあね、気を取り直して、うん、こう片付け頑張ろうと思って。あ、今片付けしてるんだ。そう、片付けしてた。もうだって今日もう3日、あと3日しかないんだね。そう、てかね、もう今日片付けして、うん、明日の朝に荷物も出すんだよね、うん、え、その全部？全部出して。あ、必要な荷物？もう全部出して、あの花屋さんが明日の朝来てくれるんだけど、うんうん、あのトラックでなんか荷物を処分するの手伝ってくれるって言って。優しいね。そう、それで、まあ、私はまあ今日全部だから荷物片付けて、うん、それで、もう今日からあれだったら、もうネカフェとか行って荷物全部出すから。うんうんうん。え、だってさ、ベッドとかさ、うん、冷蔵庫とかさ。あ、冷蔵庫、洗濯機とか、うん、電化製品はあのなんかこの家に置いといていいってなって。大家さんが？そう、あのそうだから電化製品運ばなくてよかったのは、うん、まあよかったんだけど、まあ、ベッドはねちょっとのけな、ベッドとかはのけなくてはいけなくって。うんうん、そう。そうなんだ。そうそう。
から。よかったね、あやさん。そう、ただ10日までは、うん、まあ、8、9かな ?8、9はネカフェとかと泊まって、うんうん、10日にガメラさん家行くかな。あ、そうなんだ。うん。うん、あ、なんか私、なんか荒れちゃってる?ごめんね、なんか。え、荒れてないよ。別に私は。なんかめっちゃ荒れちゃってるから、なんか申し訳ないね。え、全然気にしないで。私のアンチかな。うん。私のアンチかな。別に。え、なんで私悪く言われてんの?うん、まゆちゃんのアンチはやめてください。うん。そういうことね。ああ。まあ、キャリーちゃんごめんね、忙しいのに。いや、全然いいよ。まゆちゃん、心配してくれてありがとう、いつも。あの、ガメラさん家に泊まるんだよね。7月末まで。そう、7月末までガメラさん家泊まって。うんうん。そう、それで、ま、美容室仕事出勤しないといけないから。あ、そうだよね。今月いっぱいはね。そうそう。そっか。そっから8月になったら、うん、まあ、出稼ぎで、うん、寮で寝泊まりして行こうと思ってる、うんうん、そっかそっか、うん、まああのさ今月どっかで大阪行こうと思ってるからさあー言ってたね、うん、なんか日にち分かったら言うねうん、うん、じゃあキャリーちゃんまたねありがとうあーうん、うん、ありがとうまゆちゃん、うんえ、なんでこんな私叩かれなきゃいけないの?え、なんで私叩かれてんの?コラボ申請しただけで。なんでなの?うざいんだけど。いや嫌われてるからじゃないとかじゃなくて、普通に申請しただけでなんで叩かれんの？マジでイラッとする。こういうやつ。うざいんだけど本当に。異常なんだけど。そうだよ、うん、あうぜえ全部ブロックしてやろう、うん、何なの気分悪いなと思って、気分悪いね、意味わからん、何したんだよ私がキャリーちゃんに、うん、何なんだろうね、キャリーちゃんはいい子だよ、私キャリーちゃんと私の関係性とかさ知らないくせにさ、なんか利用しようとしてるとかさ、え、なんかさバトルってお互いがさ、まあウィンウィンじゃん、イベント出てるしね、でキャリーちゃんも今別にお金とか大変だし
イベントなんかバトル嫌ってことは絶対ないと思うんだけど、利用されてるよって意味がわからん。そうだね、気分悪いよね。愛ちゃん、愛ちゃん、愛ちゃん、コラボ相手のこと、そう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 、いつもそう、そうだよ。でも私に監視されちゃうから、あ、私にブロックされちゃうから、私のところで書けないから、見てないって思ってんだろうね。私あのすぐ来るからね、眉今あの書かれてるよとか教えてくれる人とかいるからね。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、カシン君から LINE 来た。どうしよう、え、教えてくれた方が助かるんだけど、私全然、え、いいよ逆効果でも、だってうざいんだもん、なんで我慢しなきゃいけないの。うざいのはうざいんだもん、嫌なのは嫌で、なぜ我慢しなきゃいけないのって感じじゃん。どうしようかな、総理。教えてくれるの、あ、それはない。ちゃんとそれでその後見て確認してる。あ、で、あ、やっぱそうなんだって。そう。だからね、病的なんだもん。なんか話にならないとかさ。キャリーちゃんにお金貸してあげてとかさ。え、じゃあお前貸してあげればって感じだし。ブロック解除してない、もう4ヶ月してないよ。あー、ありがとうございます。あの、私別に何でもかんでもってわけじゃないからね。で、こいつおかしくねってやつ、いや大切ゾーンだけど、いや別に大切だからって貸すとは限らないんだけど、なんかそれ貸したところでそれが相手にとっていいかもわかんないしね。私あんま貸し借りしたくないし、ね、まあそれも、まあ例えばさ、例えばだよ、あの病気でどうしてもあの手術しないといけないんだけどってなったら貸すかもしれないけど、その貸してる人に怒られてるから、それをその分を貸すっていうのはさ、じゃあ結局私もキャリーちゃんと揉めることになるかもしれないじゃん。揉めたくないからさ、そうだよ。でもそれでもそう言うんだったら自分が貸してあげたらいいじゃん。自分が家とかお金とか貸してあげたらいいじゃんね。なんで
私が貸さないからって性格悪い女で利用してるとかなるんだろうか。って感じ。いや、そういうのブロックした。ね。額も額だしね、100万って。そんなないし。しかもそのさ、もしさうちにそのキャリーちゃんをさ、まあ同棲するってなって家がないからさ、だからといってお互い配信者だから、あの喋ってる時とかにさ、あっちも喋ってて配信やってて配信やっててってなったらさ、そんな広くないからさ、自分の仕事も支障で出ちゃうじゃん。だからそこで揉めるかもしんないしね。で家もないしさ、追い出せもできないし、だからそんなこと簡単に言えなかったね。うん、甘やかすなって言ったり貸せって言ったりね、うざいよね。そう、小前くんに貸そうとしたの。小前くんはすぐ返せるのがわかるじゃん。なんでかってちゃんと稼いでる人だから。小前くんが稼いでない人だったら無理だよ。この人は返してくれるだろうな、すぐ、しかもすぐ返してくれるだろうなっていう見込みがあるじゃん。まあ貸さなかったけど。あ、ありがとう蓮舫さん、ありがとう。えって何？中村ばキャリーちゃんの先月の収入見て、うん、収支見て7万も読めない。不明金見つけたよ。あ、7万円の謎の収支ってことね。だからその稼いだ実績があるじゃんってこと。だから毎月その300万とかさ稼いでる人じゃん。まあ貸さなかったけど、彼は眉の家に住めってしつこく言ってた。住めって何？じゃあパルちゃんが住ましてあげたらいいじゃん。なんで全部私なの？ありがとうロマジの方。なんでどいつもこいつもさ仲いいからじゃあ私が全部負担ってなんの？意味が分かんない、うんうん、昔そうやって友達、そう、女同士って難しいからね。分かるよ、難しいからさ、考え方も全然違うしさ、そうだね、パルちゃん負けてカッパストレート頭決定。カッパストレート頭、いや私だからマネージャーと住んでないし、住んでないし友達じゃないから、マネージャーってお金払って、あのそういう仕事関係の人だから全然違うんだけど、わかる？全然違くない？全然違うんだけど、金貸したら友達いるの。まあ私今まで貸したことあるけど全員縁切っちゃってる。お金借りたことはないんだよ。お金貸して全員うまくいかなかった、うん、マジで、
なんかさ、じゃあさ、仮にじゃあ私が、じゃあこ、なんかね、絶対みんな文句言うんだよ。絶対文句言う。じゃあ私が、じゃあ今月いっぱいだっただけだったらいいよって言うとするじゃん。そしたら、ナイス稼ぎにキャリーを利用してるとか、どうせ言うからね。なんかあっても。それ配信者も言うんじゃね。難癖つけるよね、絶対。帰ってこなかったことはあるよ、ある、うん、ありがとう姉ちゃん、ありがとう。ごめん、勘違いしちゃった。絶対言うんだから、うん、正解ないよね、うん、貸すんじゃなくてあげる気持ちないんじゃない。だってあげたくないもん。100万円あげれるような余裕ないもん。ないですね。じゃああげる気持ちで100万あげたら、そういうんだったら簡単に言うよね。簡単に。マユが何しても悪く言うやつら、本当だよ。疲れるよね。なんでなんだろうって思う。マジで。マユ TikTok 向いてそう。わかんない。もう本当に嫌になったら TikTok 行っちゃうかもしんない私。マジで肩身狭すぎるよね私ってさ。肩身狭すぎる、うん、私もいいから深夜でもお金の貸し借りだけ言ってたしな。あ、そう、稽古がね、そうだった、うん、稽古がそうだった。で私も絶対貸さない、貸さないっていうか貸すとかそういうのが嫌いなタイプ。あ、みんなナイスお願いします。すいません、ナイスいいですか。あ、交互とか無理、絶対無理だね。叩かれる意味が分かんないね。本当だよね。え、むしろ、え、マジで意味分かんないでしょ。カリーちゃんと私って別に仲良くてさ、いい関係性なのにさ、うん、うん、しかもなんかさ、なんかキャリーちゃんの枠でさ、そんな、なんか、なんかそんな、なんか優しいんだったらさ、マユに、あ、優しいんだったら、マユの家にキャリーちゃん住ましてあげたら、ハテナみたいになった。ムカついてブロックしたの。そしたらさ、キャリーちゃんの枠で、なんか貸してあげたらって言っただけなのにブロックされたんだけど、とか言ってさ。言ってたらしいけど。じゃあお前貸してあげよって思うけどね。再生回数6万、マジで、うん、その人頼りなの何なのって感じだよね。友達頼りなの何なの。なんか友達頼りなこと言うくせに頼るなとか言ったりとかね、うん、あ、別にいいんだよ、ちょっとの間とか全然いいんだよ、全然いいんだよ。2週間とかだったら大丈夫ってキャリーちゃんに言ったけど、でもそれってそういうあれじゃないじゃん、もうずっとかもしれないからさ。ふわふわランプありがとう、キーさんありがとう。ちょっとの間は全然いいんだけどさ、それは全然違うもんね、うん、
そんぐらいだったらね。まあ、そういうこと言うから逆上するんだよって言うけど、もうお好きにどうぞって感じ。そんなの、うん、お好きにどうぞって感じで、返せない人に貸すのは助けにならないし ね、うん、ね。あ、 T さんありがとうね。 T さんみんな無料アイテムもねよろしくお願いします。ワンポイントなんだけど、やばいって。あ、姉ちゃんありがとう。あ、225、ほんとそう。どこもさ、行き場がなかった時だよね、うん、行き場がなかった時。確かに、うん、あ、なんかさ、太郎くんから LINE 来て、車出してどっか行くって、車出してって連絡来た。どうしよう。太郎くんって今配信やってる？太郎くんのところコラボ上がって話すか、じゃあ。うん、太郎くんところ、明日の予定何も決まってないんだよ。太郎くんはやってない。太郎くんやってないね。暑いみたいだから。あ、 TikTok やってんだ、うん、私も TikTok やろうかな今から。あ、イライラしてきた。右下ナイスありがとう、うん、いやでもさ、3桁も来ないと思うよ。100人も来ないんじゃない？ 100 人も来ないんじゃない？うん、あ、そうそう、夕方くらいって。ちょっと昼間だと暑すぎちゃってなと思って、暑すぎちゃって、ゼロワンに倍目もしたよ。しかもゼロワン今ふわっちゃってんじゃん。じゃあちょっと行こうかな。800ナイス行ったら行こう。じゃあ800ナイス行ったらちょっと外部行ってみる。ちょっと気分転換に行ってみる。気分転換ね。どんな感じなんだろうね外部は。いや、なんで怒るかっていうと、なんかなんで怒るかっていうとさ、なんかずっとこんな感じだったから、うん、ずっと、あ、スミハネちゃんもねふわっちゃってるね。あとこう、まだ今日7日でしょ、まだ1週間しか経ってないけど、毎日結構長時間やってるわけよ。だからまあピリついちゃうのかな。だからなんかな。あ、姉ちゃんありがとう。あ、ゆうちゃんもありがとう。ゆうちゃん、ゆうちゃんもありがとう。でもコメントしづらいんだ。そういえばコメントが流れないんだ TikTok って。うん、あ、これ読めないな。つむぎさん、つむぎさんありがとう。うん、いや今日ね、あとね、風邪ひいたっぽい。なんでだろう、風邪ひいたっぽいな。あ、無料アイテムお願いします。
ね、稼ぎ、まあでもふわっちも変わんないけどね、うん、ふわっちも、うん、母ちゃんもありがとう。汗かいて、そうそうなの、そうなの、なんかさ今日鼻水止まんなくて、めちゃくちゃ外で汗かいて、冷房のところ交互に行ってたからさ、収録で風邪ひいちゃったのかなって、うん、大事わかんない、どういう空気なのかなって。でアイコスの時はなんか、まあ、しきちゃんとかさ、これがあったらこういう風にってやってるね、うん、風邪っぽいって、私もなんか鼻風邪っぽい、ね、夏風邪だよ夏風邪、うんうん、夏風邪だね。ふわふわランプありがとう。ちょっとあと八内緒行ったら行ってみようかな、外部800内緒で行ったらね。まあ、でもどっちみちあのイベントもやってるからまたつけるんだけどさ、ふわっちも、うん、あのね TikTok から来ましたって何人かいたよ、見に来ましたって。あ、泉ありがとう。泉何人かいましたね。この髪型でやりますね、この格好で、うん、パチコメありがとう、ありがとうパチコメ。夏風邪か、ハートミー、あ、タップタップタップとか、タップお願いしますとか、ハートミーとかタップって何なんだろう、全然わかりません、うん、しかもなんか TikTok って加工可愛いからね、なんかあのモチベは上がるよね、うん、モチベが、うん、まゆ、あのね私の Twitter のプロフィールのとこにね、あの乗ってるよ、うん、乗ってる、私の TikTok の URL、 そこから飛べると思う、うん、うん、ちょっとあと8ナイスお願いします、あと8ナイス、あと8ナイスお願いします。どうでしょうか、あと8ナイス。え、マジで意味わかんないんだけど、うん、え、なんでさ、なんでさエンディさんとはバトルしてよくて私とはバトルしたら利用とかなんの、その私を叩いてるやつらってやっぱ私のアンチなんかな、言ってんの。エンディさんとバトルしてんじゃんね、意味がわからんわ、うん、うぜえな、ね、やっぱイベントちょっと頑張ろうかな、 TikTok はちょっとイベントが63万ポイントも離れちゃってるからやってる場合じゃないかな、ね、ちょっとイベント頑張ろうかな、ね、ゼロワンとバトルはちょっと怖いね、
あ、リーちゃんありがとう、リーちゃん。リーちゃんありがとう。ピリピリ続いてるのも見てるのつらい。ピリピリしちゃうね。そうね。10時になったら、一回休憩して23時からつけようか。どうしようかな。10時、まあ、ちょっとしたら休憩して12時からつけようかな。うん、ありがとう。ちょっと休憩しようかな。だってあの深夜のナイスもやんなきゃいけないからね。長時間やるんだったらあの感想でじゃなくて小刻みにやった方が賢いと思う。小刻みに朝昼夜深夜で刻んでやった方がいいと思う。定期ありがとう。いや今日めちゃくちゃ疲れた。寝てないし。めちゃくちゃ疲れたね。マジで。で、私これね、チャンスゾーン、ずっとやってるらしいこと言った。チャンスゾーンに突入してから継続なったことがないんですよ。継続に。なんでちょっとね、継続ってかチャンスゾーン入ったらちょっとまとめ投げ、ちょっと小投げで継続いけるかなって思ったけど継続できなさそうだったんだよね。ちょっとこれよくわからん。もう一回ちょっとバトルしてみたいと思います、誰かと、うん、もう一回誰かとバトルしてみたいと思います。どうしようかな。誰がいいかな。エンディさん行こうかな。小池百合子都知事来た。小池百合子さんって引退してんじゃなかったの？小池百合子さんって私何もやってない。2つにしよう。せいさんやった。せいさん負けた。かきたつくんって今外にいる。かきたつくん、あ、かきたつくん行ってみようかな。ちょっとかきたつくん行ってみたいと思います。かきたつ、こんにちは、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうなさいましたか？いや、今日バーベキューしてましたね。バーベキューしてました。私誘われてないんですけど。で、だって まゆさん他に企画があるって聞いてたんですもん、僕ハトで。あ、そうです。はい、そうそう、今日収録だったんだ。ですよね。まあ、確かに。それを知ってたんで、ぜひ来ていただきたかったんですけど。あ、なるほど。はい。かきたつくん、最近元気？いや、まあ、
家臣さん犯罪者っすよ。え？犯罪者っすよ家臣さん。な、どうしたん、どうしたんですか？今日あのバーベキュー あったんですよ。はい。で、みなみちゃんって女の子ご存知、ご存知です？うん、わかるよ。で、みなみちゃんがトイレ行ってる間にみなみちゃんが自撮り棒を預けといたら、みなみちゃんの箸をベロベロして、うん、で、肉を食べて、え？で、みなみちゃん帰ってきたら、うん、その箸でみなみちゃんにあーんってやったり、うん、あいつ犯罪者っすよ、本当に。性犯罪者っすよ。まあでも、はい、そう、家臣くんって性犯罪者なんだよね。そうそうそう、それは知ってた。うん、あ、知ってました。うん、あ、それで何、柿立くんはどうしたの、それで怒ったの？いや、それで、うん、南さんと車の中で、うん、警察に行くか行かないかの話をして、うんうん、僕は強く警察に行った方がいい、こいつはもうそこに交番あるから突き出した方がいいって言ったんですけど、うん、もう次ストーカーとかしなければ許すってみなみさんが言って。あー、みなみちゃんの優しいからね。そうっすね、いい子だよすごく。はい、うん、いい子でよかったね。いい子で家臣さん救われましたね今日。うん、はい、私は本当に何もなかったんだよ、ちなみに。あ、何もなかったんですね。3ヶ月マネージャーやってもらったけど、はい、何もなかった。中村さんが言ってて、もしかしたら知ってらっしゃったら申し訳ないんですけど、あ、そう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 、あの鳩で、鳩でさ、中村さんが言ってたんですけど、うん、あのりんちゃんが睡眠薬飲んで寝てる時に、うん、のパンツ脱がしたりもしてたらしいですよ家臣さん。あー、そうらしいね。らしいっすよね。うん、それやばいよね。あれやばいっすよね。睡眠薬で寝てる人のパンツ脱がすの。私はなかったけどね。はい、よかったです。怖かったのかな家臣くん、私のこと。多分ちゃんと訴えてくるなと思ってたんじゃないっす、そういうことしたら。なるほどね。はい、うん、公にして、うんうんうん、そのパンツ脱がされたりとかそういうのはなかったな。まあまあ、チンチンブラブラさせて徘徊してたぐらいですか部屋を。いや、寝てたんだよ、 M 字開脚で。M 字開脚で寝てたんすか。そう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 。それきついっすね、家帰ったら M 字開脚で寝てる人がいるの。あ、あとなんか、はい、嘘派とかわかんないんだけど、はい、なんか柿立くんが、はい、彼女いるって本当？いや、振られました。え？彼女一瞬できたんですけど、すぐ振られました。え、そうなの？はい。え、誰？リスナーさん？配信者さんです。え、誰？言えないっす。え、それガチのってこと？ガチっす。ガチで配信会で付き合ったってこと？はい。ガチで配信会で付き合って、ガチで振られました。え、それはさ、ふわっち配信者？ふわっちっす。なんで別れちゃったの？いや、その週に僕が友達と飲みに行ってたんですよ。うん。そしたら毎日毎日配信ばっかりしてるのに、その週に友達と飲みに行ってるっていうのも、私に時間使わないっていうのもよくわからないし、うん、その週 2,3 回ぐらいは会いたいと。週に 2,3 回、うんうん、言われて、うん、ちょっとそれはきついと。やっぱりずっと配信回してたいから。だからカップル配信したらいいじゃん。ラプライスにして面白くないじゃないですか多分。でも好きだよふわっちって。いや、女芸したくないんすよあんまり。あ、そうなんだ。はい。ガチ恋が多いとかってこと？ガチ恋さん多くはないと思うんですけど。
で別れちゃったんだ。はい。え、どっちから？向こうっす。あ、向こうから？はい。え、告ったのどっち？こっちっす。え、それはもう抱いたの？はい。え、抱いて好きになっちゃったの？いや、違います。あ、付き合ってから抱いて別れたってこと？はい。あ、そうなんだ。柿立つくんガチ恋多いってよ、コメントで来てるけど。ガチ恋多いんすかね。いや、うん、この間のまゆさんの、うん、マネージャー募集、はい、車の免許必須って書いてあったんで、チャリンコだけじゃダメかなと思って応募しなかった。チャリンコ、チャリンコほら二人乗りできないからさ。けど頑張ればできるじゃないですか。いや、それ犯罪だよね。まあけど、カシニさんも多少犯罪してるし、多少の犯罪許されるんちゃいます？まあカシン君多分免停になると思うな。免停になりますかね、うん、この先。うん、僕女性関係で捕まると思います。もう、いや、お金関係じゃないかな。お金関係やばいっすか、カシンさん。そうそうそう、お金関係の方が多分ホームレスになるからさ。滞納半年しててね。滞納半年？そう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 。え、そんなんできるんすね。そう、だからなんか、この先どうなるんだろうね。じゃあ車上生活ですか？実家に住むんじゃない？あー、実家があればまだいいっすね。もう柿田つくんは自立してるもんね。いや、一応皆さんのおかげでなんとなく。借金とかしてない？借金もう自己破産したんで借金できないっす。あ、へえ。はい。とか、なんか柿田つくんイケメンだったね、さらに。ありがとうございます。イケメンに。はい、コメントでもってなんかイケメンになったって。ありがとうございます。うん、恋したからかな。そんなことないっすよ。いや違うなんかまたそんな感じにして、うん、そんな感じなん。僕はもう配信に一途なんで今。うんうんうん。え、別に口説いてないからね。はい、わかってますよ。なんか私今振られたの今。え、振られたんすか？え、わかんないけど。え、誰に？健康的になったよねって。めっちゃめっちゃ話そらすじゃないですか。柿田さん健康的になったねって。 あ、そう、なんかエンディさんとのトラブルって何？わかんないっす。僕もよくわかんなかったでした。柿田さんに聞けって。なんか、いや、エンディさんが、うん、なんか、ま、2個あるんすよ。うん、まず1個は僕が悪くて、エンディさんが飲んでる缶チューハイにウォッカをちょっと足したんすよ。うんうんうん。で、僕は酒飲まんかったんすよ、かたくなに。うん、まあ、これが1個なんですけど、うん、で、エンディさん臭いって言われてたんすよ。誰に？それをなんか僕が臭いって言ったことになってるんですけど、当人もいるんですけど、はい、流星さんと野原さんっていう配信者の方がエンディさん臭いって言ったの？はい、臭いって言ったんですよ。うん、それで面ブレしてました。それ泣いちゃったの？それで駅で泣いてたんですけど、それはそれを放置してたら もっと面ブレしちゃったって感じですね。あー、なるほどね。はい、まあエンディさん意外と繊細だからね。はい、そっか。そんなことがあったんだ。また何かあったらコラボしてください、ぜひ。あ、こちらこそ。で、よかったらちょっとバトルしたいんですけど。あ、いいんですか、そんな。はい、ちょっと今度こそ、はい、勝ちたいと思って。ちょっとマイリスさん、ちょっと団結お願いします。やっぱり向こうプラプラスお願いします。勝たしてください。勝たしてください。じゃあ行きますね。はい。
お、BGM こんなこと勝つぞ。みんな、無料アイテムお願いします。無料アイテムお願いします。あ、泉ちゃんないです。泉ちゃんゾウさん、豚さん、今度こそお願いします。あ、風船ありがとう、ゆうな、ありがとう。無料アイテム、あ、泉2個5倍ナイス、ありがとう、大量の、あ、2個ありがとう、5倍ナイス、倍率いいからね、ありがとう、ナイス。チャンスゾーン入ったらまとめ投げ助かります。チャンスゾーン入るな、うん、ふわふわランプお願いします。あ、泉に来ないです。ブタちゃんありがとう、こっちみが泉ちゃんナイス、ありがとう、やばい、ありがとう、あ、たたなことありがとう、やばいです、あと4分、勝ちたいです。今度こそアイアンつくだ、ありがとう、泉ありがとう。どうもありがとう。こんばんは。仲間募集中です。まゆりさん。あ、リックさん、どうもありがとう。まゆりさん、集まりたまえ。皆さん、七夕、いけー。七夕か、こうでもたえたらしょうがないですけど、皆さん、負けてます。あれですよ、ふわすろぞう豚ですよ、今は。ふわすろぞう豚。お願いします。これ最後にドカンって差し込み来て負けるんでしょ、僕どうせ。私もずっと負けてます。あー、泉ハート花火ありがとう。泉ちゃんやばい、もう泉ちゃんナイス、よし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 、匿名さんナイス、金目がありがとう、金目がありがとう、泉ナイス、ふわすろ、はい、取ってありがとう、泉ナイス、あ、リディクさん、ありがとう。やばい、ちょっと1人しか頑張ってないよ、みんな。泉ありがとう、ふわすろ。泉ちゃん、ありがとう。やばい、止まってます。止まってます、お互い。止まってます。1000点。止まってます、みんな。ふわすろ、ゾウ、豚、お願いします。お願いします。豚ちゃん、ナイス、泉。あ、リーちゃんもありがとう、リーちゃん。ふわすろ、リーちゃん、ナイス。あー、豚ちゃん5個、あー、すーちゃんナイス、あ、みんな、あやかさんナイス3つ、応援する豚さんナイス、ゾウさんナイス、みんなまとめ投げしてくれたら助かる、あー、リッさんありがとう、みんなチャンスゾーン来た、リーちゃんナイス、チャンスゾーン来てない、ポイントになる、泉ちゃんナイス、ゾウさん、チャンスゾーン来てない、チャンスゾーンです、チャンスゾーンじゃないです、大事にしたい、泉ちゃん豚ちゃんナイス、3分間ですね、リーちゃんナイス、山田さんから、スーちゃん5個、山田さんからありがとう、泉ちゃん10倍ナイス、山田さんから来てる、よしよしよし、みんなチャンスゾーンだ、あ、メホンありがとう、やばい、チャンスゾーンだと思うけど、勝ちつつ、リーちゃんナイス、スーちゃん5個、スーちゃんチャンスゾーン、ちょっとポイント狙っていこう、リーちゃんナイス、スロー継続頼む、泉ちゃんナイス、あ、泉ちゃんナイス、あと1分半ですね、にゃおん、あ、2個2倍、山田さんから5個、山田さんから5個ありがとう、魔のつっかだ、よしよし、まだから、泉ちゃんナイス、泉、金メガもありがとう、山田さんからナイス、スーちゃん5個、スーちゃん、よし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 、残り1分30秒、あ、柿立つくんからナイス、泉ちゃん2個5倍、2個5倍ナイス、泉、柿立つくんからありがとう、あと1分です、なんで僕がバトルすると相手に飛ばす人がいるんだろう、パンダありがとう、ベルもありがとう、ふわすろナイス、ありがとう、みんなチャンスゾーンですよ、今あと1分、あと1分、ソン使ってありがとう、泉ちゃん2個ナイス、泉ちゃん、あ、柿立つくんからありがとう、ありがとう、柿立つくんから、なんでみんなチャンスゾーン5個、なんでスーちゃん5個ナイス、スーちゃん、泉ちゃんもナイス、いけいけいけ、なんで俺がバトルしたら敵に飛ばす人がいるの、ケーピーありがとう、ケーピーありがとう、ケーピーありがとう、ふわランプ多いよ、あと30秒、あと30秒、ちょっとチャンスゾーンだよ、チャンスゾーン、まくって、誰か、あー、5個5倍、ねっちゃん25個でかい、25個でかい、まくれるゾウ、豚、みんな、ふわすろ、チャンスゾーン、チャンスゾーンです、まいもみんなしゃなる、あー、えいちゃん、ナイス、ゾウさん、ニコリクさん、あと10秒、ナイス、あと10秒です、5倍、10個と一緒、あ、かきたつくんから金目が10個、金目がいっちゃん10個、あやかさんナイス2個、いっちゃん、たなわざナイス2個、あ、レのつっかた、ありがとう、あ、びっく
くりした。あー、負けた。負けた。危ねえ。危ねえ、マジで。ありがとうございます。七夕ナイトクルーズ、ありがとう、また。みんな継続中、ちなみに。わー、ありがとうございます、かきたつくん。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。うん、じゃあ、また、またね、かきたつくん。あ、かきたつくん、よかったら。はい。あの、ナイス、あの、やってるんですけど。あ、皆さん、まゆさんのところにナイスを押しにお願いします。あ、よかったらよろしくお願いします。はい。まゆさんのところにナイスお願いします。かきたつくん、ありがとう。じゃあ、チャンスゾーン頑張ってください。じゃあ、またコラボしてください。みんな、かきたつくんに無料アイテムお願いします。かきたつくんに無料アイテムお願いします。かきたつくんがナイス流してくれたから、無料アイテムお願いします。いや、やっと勝てた。やっと勝てた。やっと勝てました。ね。やっと勝てました。うん、ナイスだね。ありがとうございます。ありがとうございます。二人とも可愛かった。あのさ、そうだ。かきたつくんとエンディ絶縁したって本当？いや、それちょっとわかんない。みんなかきたつくんによろしくね。エンディさん泣いてた？今やってないよね。昼さっきの話かな。かきたつくんからありがとう。かきたつくんからありがとうございます。そうだ、 A ちゃんが投げてくれたので思い出した。あのうちの家の前七夕あるから、あの飾ろうかな。せっかくだから飾ろうかな。かきたつくんからありがとう。ちょっと一回、ちょっと待ってね。あ、また加工が外れてるわ。また加工外れてるわ。ありがとう、ふわふわランプありがとう。じゃあちょっと七夕飾りに行こう。せっかくだから。ありがとうございます。ちょっとトイレ行ってくる。また飾るか。ふわふわランプありがとう。イベント頑張るぞ。イベントも頑張りつつ。みんなランプありがとう。ケーキナイス。
うちの家の近くでに七夕があるから。なんか今日さ、今日さ朝までさカチンくんの車があったんだよ。変な感じ、うん、ナイス800ナイチューン900までお願いします。900までお願いします。あ、花火とかやってる人いる。もうそんな季節ですね。そんな季節、暗いな。800ナイスいった。なんか柿立くんって癒されるんだけど、柿立くんって私やっぱ変わった人がね好きなんだろうね。あ、その恋愛とかじゃなくて、なんかやっぱ変わった人と ご縁があるというか。ありがとう、カフワランパリア。いいな、みんな花火やって。そうそう、癒し系だよね。癒し系。夏ですね。もう夏ですよ。なんかこんなさ、まあ平和なんだけどね。外暑いから。あ、でもあのうちってうちの家の前ってあの自然が多いからまあ。方かな。ほらもう自然が多い。七夕飾りですか。そう、なんかあの七夕飾りができるスポットがね あったんだよ、今日限定でね。あったからちょっと行ってこようかな。春はテントウムシ、秋はなんかなんだっけ、なんか臭い虫、カナブンか、多いけど、まあでもゴキブリは出ないよ。え、みんなここってあれ、あ、こっちか。平和に見えて殺人事件あったからね、昔ね、まあ、昭和時代だけど殺人事件。昔ね、あのゲイのカップルのをなんか10代のなんか若いキッズたちがあのからかって、まあそのからかった流れでゲイのカップルの片割れが殺されちゃった、トイレでね。昔はちょっとヤンキーが多かったらしい、ここら辺。昔ね、そう、あの不良グループの人たちに殺されちゃった。でここはなんかあのゲイとかに有名らしい。この公園ってなんかトイレがいっぱいあるんだよね。トイレがだからか知らんけど、あ、七夕あるかな。心霊スポットじゃないよ。あ、あった、あ、ありました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 。
ありますね。もう まあ、みんなの願い事でも書こうかな。え、待って、どこだ、ボールペンとか紙とか。え、ボールペンとか紙とかどこです？どこにあるんだ。いや、持参っていうか、あの、決められた紙だよね、これね。決められた紙。マジかよ。終わった。マジ？朝の11時から七夕イベントですって。終わった。かわいい。え、かわいい。ハルトがひらがなちゃんと書けるようになってください。虫がたくさん取れますように。ハルト、かわいい。虫がたくさん取れますように。ほのぼのしちゃう。みっちゃんとまた遊べますように。ほのぼのしますね。なんか子供の七夕って、みんなこれほとんど子供が、お子さんが書いてる感じかな。え、ちょっと待って、書いてないやつある。え、これ書いてない。あ、書いちゃった。家族健康って書いてる。家族の健康。マッチン、マンティン。家族の健康、マンティン。あ、外国の方。みんなが元気に過ごせますように。いっぱいありますけど、残念ながらこれもう終わっちゃったみたいですね。じゃあみんなここでお祈りしよう。一緒にここにコメント書いて、コメントでお願い事。じゃあ私はまあふわっち、まあまゆと前のリスナーさん、あの、みんなが幸せになりますようにお祈りします。好きな人と結ばれますように、結婚できますように。お願い事、お願い事しよう。じゃあ、まあ、私のリスナーさんと私がひっくるめて幸せになれますように、幸せになれますように。お疲れナイス、ありがとう。まゆがイベント強くなれますように。もっと爆投げ師が増えますように。イベント勝てますように。ナイスもヨシエさんに勝てますように。悪いとこ出てる。まあでも本当にみんな、私のリスナーさんと私が
幸せだったらいいな、うん、本当に、うん、でなんかお願い事するときにお願い事ばっかするのよくないから、そのために自分は何々を頑張りますっていう お祈りするといいらしいよ。お願い事ばっかじゃなくて、うん、ウルトラマンオーブになれますように、ウルトラマンオーブになれますように。闇も見えないなこれ。お金持ち、お金持ちになれますように。かわいいね。あ、世界に平和を、うん、世界に平和を。ぐちゃぐちゃぐちゃって。みんな素敵な願い事だね。これもお金持ちになりますように。まあみんなが幸せになりますように、家族全員が幸せになりますように。お金多め、そうだね、子供でもお金なんだね、うん、お金、そっか、でもさ、早く来ればよかったかなって思ったけど、東京天の川なんて見えない、曇ってるし、本当に今日暑くて無理だったよな。お金ないと幸せになれない。でもお金だけ持ってる人でも幸せそうじゃない人もいっぱいいるけどね、うん、みんなお金でしか近寄ってこないから寂しそうな人とか。暑かった、死ぬかと思ったし、うん、ね、お金じゃないよねだから、うん、でもお金も大事だけど、どうだろう、でも私結婚したことないからさ、どうなんだろうね、うん、ゼロワン引退するって本当に、うん、本当ネタでしょ。でもそれネタだったらさ、なんかそういうネタはどうなの、叩かれないからいいよね、ゼロワンは。え、ガチ？ガチで引退しないよ、うん、いや、養分さんのすごかった、あれちょっと痺れちゃったよ、100万ポイント、うん、違う、養分だよ、養分。でもなんか何々しなかったら引退みたいな、よくやってたくない、ゼロワンって、うん、100万はレベチ、びっくりした私も、うん、TikTok で帰って1年後戻ってくるってふわちに、うん、マジで。どうなんだろうね、みんな、私あと3分で終わるわ、うん、うん、前が引退したら不安見ない以上引退したら、まあでも自分なりに頑張りますよ。ただ私はなんか肩身狭いなって思う。こんな肩身狭くなかったらもっとうまくいってたんじゃないかな。女だし、私女だけど男みたいに男の群れでやっていきたいんだよね。それは別に男好きとかじゃなくってね、男と同等な配信者になりたいの。でも女だからさ言われちゃうんだよね、わかる？私女女しいな配信したくないのね。難しいよね。でもさ
私みたいなやり方って、まあ、閲覧は増えてもでナイスは増えてもアイテムに比例しないんだよね。マジでもう何が正解か分かんないよね。ラジオのさ、女配信者のさ、よう分からん人の方が稼げてたりとかさ、面白いからとかさ、そういうのじゃないじゃん。難しいですね。難しい。まあ、だから私はちょっとさ、安定がないってこと。安定してない。安定してないってこと。ちょっと待って。天の川は見えないね。天の川見えない。前の配信で元気もらってるよ。あ、ゆうちゃんありがとう。ありがとうございます。暑いな。まあ、とりあえず、ああデート頼む。ああありがとう。絶対デートしたいって思ってないでしょ、匿名さん。絶対思ってないでしょ。絶対私タイプじゃないでしょ。ありがとう、金目が10個。じゃあありがとうございました。あ、魅力、ナイス、最後にお願いします。後で撮り直します。後で撮り直します。今日のナイスお願いします。今日は多分これで終わり。